赤塚山公園は愛知県豊川市にある総合公園。1993年7月に豊川市制50周年を記念して赤塚山に開設された。小規模な動物園や淡水魚水族館、花勝部園、梅園などで構成されており、市民の憩いの場として親しまれている。また市外からの来園者も多く、年間約50万人が訪れる。なお、 小動物園や水族館は入場無料である。2階建ての淡水魚専門の水族館。国の天然記念物に指定されている猫ギギなど、豊川水系に住む魚類、両生類に加えて、世界の熱帯魚など百種0千匹を展示している。ヤギやウサギ、ポニーなどを飼育しており、餌やり体験などで直接触れ合える小動物園。噴水や水が流れる水路があって、 水遊びのできる広場。約100品種、5000株の花勝負が植えられており、例年6月初旬から見ごろを迎える。25品種、281本の梅が植えられており、毎年2月中旬から3月中旬まで、梅祭りが催される。公園の東部にある、全面人工芝の多目的広場。スポーツやイベントなどで利用できる。公園の北側の山。 標高74メートル。頂上には展望台があり、市内を一望できる。芝生広場には昆虫の形の遊具が多数設置されているほか、大型の滑り台などもあって、休日には親子連れで賑わう。昆虫広場ではカブトムシなどの観察ができる。ありがとうございます。